はい、どうもこんにちは、こうへいでございます。本日はですね、ちょっと雑談動画なんですけれども、まあ、とあるですね、芸能界でもすごい、交流があって有名な某大物現代ホスト界の帝王とされている方がラブライブにものすごいハマっているらしいです。これですね、僕も知ったのはつい最近でして、とある、まあ、動画を通じて知ったんですけれども、その、ホスト界の帝王とされている方は、まあ、非常に、まあ、芸能界でもすごいつながりがあったりとかしていて、まあ、有名なところで言うとガクトさんとすごい、親交があるとされている方です。その方はですね、もう最近の外出自粛のですね、動きで、まあすごい皆さん自宅にいると思うんですけども、ステイホームの流れが続いているので、そういった家にいる期間の間に、結構そういう配信サイト、主に Amazon プライムとか、そういったもので、ラブライブの、1期や2期を結構見返してるというふうに公言をしていました。まあさらにそれだけではなく、推しは小鳥ちゃんだと。ミューズの推しは小鳥ちゃんだっていう風に、も公言をしていまして、まあ、まさにね、あの、現代ホストの帝王ということなんでね、あの、まあ、ミナリンスキーさんが、まあ、メイドで働く、なんでもないです。まあ、そんな感じでね、結構これが、話題になっていまして、そのインタビュー動画もですね、100万再生ぐらい、されているということで、まあ、かなり注目を浴びている話です。まあ、これを受けてですね、ネットの反応もですね、結構親近感が湧いたとか、そういった感じで話されてる方が多くて、まあ完全にまあこっち側だったと。まあ彼はこっち側だったっていうことで、結構まあ有名な話になってますね。まあこれを受けてですね、思ったことはですね、まあ完全にね、そのインタビュー動画僕も見たんですけども、話し方がですね、完全にもう、なんだろう、アニメオタクみたいな感じだったんですよね。それをもう見た瞬間、もう確信しましたね。あ、こっち側だと。はい。我々サイドだっていう風に思いました。で、しかもその方はですね、ラブライブに限らず結構いろんなアニメを見ているらしくて、まあ、なんだろうな、結構、それこそね、まあ、大物芸能人、とある大物芸能人の方はサンシャインがすごい好きなんですけども、その方はですね、そのホスト界の帝王の方は、どっちかっていうと無印の方が好きだっていう風に、まあだから小鳥ちゃん推しだっていう風にもまあ言ってたんですけども、で、しかも、ラブライブに限らずいろんなアニメも見ているということなんで、まあ今までのイメージがこう大きく覆されたなという感じで、びっくりしましたね、僕も正直この話を聞いた時は。こうギャップがある方に限ってね、結構アニメを見ているっていう例は多くてね、例えば有吉さん、毒舌で有名な、まあ、有吉さんですけども、彼もですね、結構アニメを見ると公言をしていて、なんか、異世界転生もののアニメを結構見るのにハマってるみたいなことを言ってたんですよ。異世界転生ってことはおそらくリゼロとか、まあ、このスバとか、まあ、そういったアニメでしょうね。で、あと、プロレスラーの蝶野さん、まあ、ガキ使で毎年出てますけど、蝶野さんも、ガルパンが好きだっていう風に公言をしていたんですよ。まあ、そしてですね、まあ、我らが宮田さん、キスマイの我らが宮田くんも、まあ、完全にこっち側じゃないですか。まあ、さらにね、芸能界の重鎮のね、さんまさんも、鬼滅の刃に最近ハマってるという風に公言をしています。なんだろう、こうね、結構、ギャップによってね、こう、違うところがあるのでね。この人アニメ好きなのみたいな感じの人が意外とめっちゃ好きですみたいな感じのがあるので、まあ、まさにガクトさんとつながりがある方でね、雰囲気もガクトさんっぽい方なんで、そういうイメージないんだけどなっていう人が実は意外と、まあ、アニメ好きでしたみたいな感じのパターンだったってことですよね、今回も要は。まあ、ぜひね、その方にはいろんなアニメをね、見ていただきたいなと、まあ、思う限りでございます。まあ、外出自粛なのでね、まさに、こういう時こそね、Amazon プライム、Netflix、Hulu、D アニメストアなどで、そういった配信サイトでね、皆さんもアニメをいろいろとね、見て、まあ、ローランドさんみたいな感じでね、まあ、自宅でもね、楽しめるエンタメというものをね、とことん満喫していただきたいなと思います。まあ、我々はね、本当にローランドさんが完全にこっち側だったっていうことでね、
まあ、少なくとも僕はね、結構驚いてるし、まあ、喜ばしいって言うとあれですけど、まあ、嬉しくないのかみたいな感じのあれになっちゃうので良くないんですけども、びっくりしたし、あと嬉しい話だなっていうふうに思いましたね。皆さんはですね、今回の、そのね、現代ホスト界の帝王とされてる方のね、ラブライブ好きについてどう思いましたでしょうか。ぜひね、コメント欄にいろいろと書いていただけますと嬉しいです。もしですね、この動画いいなと思いましたら、グッドボタン、高評価とですね、あとチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いいたします。ではですね、またまた次の動画でお会いいたしましょう。以上、浩平でございました。バイバーイ。